どうもスリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールの楽な手の書き方なのにスイスイ進むコツ4選をご紹介していきます。クロールで書いているのに全然進まない、一書きでもっと進みたい、そんなお悩みを持ったあなたに本日は4つのコツをご紹介していきます。動画の後半には3つの練習方法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、まずは手の形から覚える。2、2種類の軌道を選ぶ方法。3、力加減とスピードのバランス。4、たくさんの水をかくコツ。そして最後におすすめの練習方法3選をご紹介していきます。動画に関して質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、まずは手の形から覚えるということについて解説していきます。1、親指は離す。2、指が反らないようにする。3、手首は固定する。まず1つ目やっていただきたいのは手の形を覚えてからやっていきましょう。まず1つ目は親指は離すということですね。親指は4本の指から離してください。そして残りの4本の指はくっつけるか、もしくは少しだけ離す。これはどちらでもいいです。私はどちらかというと4本の指くっつけた方が力が入れやすいので私はくっつけてやっています。2つ目は指が反らないようにする。これも人によりけりなんですけど、1つ目の親指離して4本の指くっつけるってやった時に指がちょっと上向きに反ってるなっていう方は水が逃げていきやすい手の形になりますので、ちょっとだけ丸みを帯びるようにしてみてください。3つ目、手首は固定するということで、書いてる時に手首は動かさないように常に固定したままで行いましょう。2つ目、2種類の軌道を選ぶ方法についてご紹介していきます。 1. I 字か S 字。2. どちらが重く感じるかで決める。 3. おすすめは S 字ということで、書き方には2種類の軌道があります。1つ目が I 字ですね。 I 字というのはまっすぐそのまま後ろに書く方法を I 字と言います。そしてもう一方が S 字といって、これは蛇行させながら書いていく方法を言います。私の今ご覧いただいている映像は S 字で書いているので、ちょっとだけ最初は書き始めで外側に書いて内側に戻してから後ろに書く、この手段でやっています。これはどっちでもいいです。どちらが重く感じるかで決めてください。人によって I 字が良かったり S 字が良かったりはバラバラなので、ご自身の中の感覚に頼ってやってみてください。私のおすすめは S 字です。どちらかというと早く泳ぎたいというよりも長く楽に泳ぎたいという方は S 字をやってみてください。3つ目、力加減とスピードのバランスについてご紹介していきます。1、水が指に重く感じられる程度。2、スピードも同様。3、人によって違いがあるということで、これが一番大事になります。手のかきで水をたくさん捉えるためには力加減とスピードのバランスっていうのがすごく大事です。まず1つ目は水が指に重く感じられる程度の力を入れていきましょう。これも人によって違いますが、入れすぎるとダメだったり、入れすぎなさすぎると空振りとか、いろいろ人によってもありますので、一番重く感じられる力加減でやってみてください。スピードも同じくそうです。なんですけど力加減とちょっと違うなっていうのは、これは選手も同じなんですけど、スピードは速めれば速めるほど水っていうのはかけなくなるので、速すぎるのはあまりおすすめしないです。3つ目、人によって違いがあるということで、これも腕の長さだったり腕力だったり手の形だったり人によって違いますので、それぞれの力加減やスピードを見つけてみてください。4つ目、たくさんの水をかくコツについてご紹介していきます。1、大きなストロークを心がける。2、入水してから前に腕を出す。3、肩甲骨を動かすということで、最後は総仕上げのような感覚で聞いてください。たくさん水をかけばよりワンストロークで長い距離を進むことができます。そのためにはまずリカバリーで大きなストロークを心がけるということですね。できる限り遠くに手を入水させる。これもあまり遠すぎても力が入れにくくなってしまうので、できる限りでいいです。
そして2つ目、入水してから前に腕を出すということで、これは伸びるということですね。入水してから前に肩をグッと出すような感覚で腕を前に伸ばしてやってみてください。3つ目、肩甲骨を動かすということで、最終的には肩甲骨から動かしていた方がストローク的には大きくなります。ということで、おすすめの練習法を3つご紹介していきます。まず1つ目が犬かきになります。今からご紹介する3つの練習なんですけど、ぜひ1セットでやっていただきたいです。まず1つ目が犬かきですね。こちらで意識していただきたいのは、指先でできるだけお水をかくようにしてみてください。手のひらだとどうしても空振りが起きてしまう可能性があるので、指先でお水を重く感じるぐらいがちょうどいいです。コツとしては、肘の位置っていうのをあまり引かないようにしてみてください。できない方っていうのは、どうしても肘ごと引いて後ろまでかいてしまうことが結構ありますが、後ろまでかいてもあまり意味がないので、肘は固定してずっと同じ高さでいられるようにやってみてください。初心者の方はまずは足にプルブイを挟んでやるのをお勧めいたします。2つ目がスカーリングになります。こちらは片手ずつで無限の字を描いて前に進んでいきます。スカーリング自体は横の動きなんですけど、横の動きで前に進めるようにやってみてください。このスカーリングという練習は選手も必ずやっている練習です。慣れるまでは後退してしまったり、全然前に進まなかったりっていうのがあるんですけど、慣れてきたら進み方っていうのが、どこで自分は進むんだなっていうのが分かってくると思いますので、めげずにぜひ練習をしてみてください。こちらのスカーリングで意識していただきたいのは、先ほどと同様、肘の位置はあまり変えないということ、そして手の形、あとは力加減、手首なども先ほど言ったように意識してやってみてください。3つ目ご紹介するのがパドルになります。こちらは手にパドルというプラスチックの丸い板をつけていただいて前に進んでいきます。こちらはもう完全に手のかきに特化した練習になります。こちらも選手はかなりやってる練習になります。何もつけてない手のひらの状態とパドルをつけた状態だと、全然水の重さが変わってきます。どのスピード感覚で自分は水をかけばいいのか、どの軌道が一番自分は疲れない軌道なのかというのが、パドルをつけるとすぐに分かることができますので、ぜひ使える環境のある方は使ってやってみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。